山積神社は、静岡県浜松市天竜区三作坊町、山積山に鎮座する神社である。旧社格は、県社。日本総鎮守であり、北海道、九州など全国各地からの参拝者がある。主祭神は、第三世命などであるが、この地域にあった山犬信仰の神社であり、狛犬も山犬となっている。社家の山積市は、青崩れ峠に鎮座する。 足込神社の鮭森屋氏の分家で、江戸時代に森屋から山積みに変更した。言い伝えで、徳川家康が武田軍と戦いで敗走し、山積みに逃げ込んだ際に、山犬が一斉に吠えて武田軍を追い払った。これに感謝した家康は、山積み神社に剣にぶりを収めたと言われている。このため家臣門は、青の御門。明治から太平洋戦争の頃までは、 浜松県などの県舎であった。境内入って、すぐに、樹齢約1300年の杉の大木が2本あり、静岡県の天然記念物に指定されている。山積神社は、秋葉神社から、三作坊ダムへ至る、尾根道である、天竜スーパー林道と、三作坊町市街から三作坊町、山積、門桁及び春の町へ至る峠道である県道389号線との交点。 山積峠にある。山深い場所で、周辺には門前に茶屋が一軒ある以外は、駐車場とトイレがあるのみで他の人家もなく、ひっそりとしており、至近の集落である、門桁とも、距離 3km、標高差 600m ある。しかしサイクリングやツーリングする人にとっては、周辺では貴重な休憩、食事、補給スポットとして知られている。少し離れた場所に展望台や、 カローイラ公園もあり、都市部から近い割に、公害の影響が少ない天体観測スポットとして知られている。ありがとうございます。